ティコトーレスはボンジョビのドラマー。画家やデザイナーとしても活躍。ニューヨーク出身のキューバ系アメリカ人。愛称はザ・ヒットマン。主にライブ中、ジョン・ボンジョビからはキング・オブ・キューバと称される。11歳でギターを始める。もともとは DJ 志望だったがドラマーに転向。17歳でプロになる。 1983年には、1980年代以降のアメリカを代表するロックバンド、ボンジョビのドラマーとして加入。ボンジョビ加入以前から、プロ、レコーディングアーティストとして活動し、ツアー要員として、レインボーへの参加のオファーや、オジー・オズボーンからのオファーもあったという。1984年のバンドのデビュー以来、サウンドの中心的役割として活躍している。派手さはないが、 堅実なプレイが持ち味。素晴らしいテクニックを持ちながらも、LA メタル前世の時代においても、ド派手なドラムソロなど、一切することはなかった。また、デジタル録音が、当然の現代において、自身のパートだけは、まずアナログで録音した後に、デジタルに変換するという関わりぶりである。デジタルでは、打楽器の音質が冷たい音になってしまうため、とのこと。 その歌声を披露することは滅多にないが、ライブでトム・ウェイツ、トム・トラバーツ・ブルースのカバーを歌ったこともある。機材はパールのドラムを長年にわたって愛用していたが、2013年頃に DW と契約している。シンバルはピスティを使用。画家、デザイナーとしての才能も知られており、特に海外については個展を開催するほどの腕前で、ある。また、 ロックスターベビーなる子供服ブランドも手掛けている。ありがとうございます。